の時は一般的に入れは一旦あたりで10キロぐらいは取れるのが5票ぐらい、うん、半分ぐらい、ね、背丈も低いよね、生育悪いから、ね、生育悪い、ね、やっぱり水が冷たいんだよね、冷たすぎるとダメなの、その代わり味は全然違う、あ、美味しかったですか、美味しかったです、全く違う、だけどなぜやめられたんですか、親父がやめたからね、親父が私の仕事があって結構集中があったりで会社勤めの時はね、まあ日曜に来るぐらいで、収穫量は少なかったがとても美味しいお米ができたという、1200坪ほどの広さがある小野家の田んぼ、35年も前に米作りはやめてしまったが、雑草が生えて荒れてしまわないようこうして定期的に耕しているのだ、いつでも稲作が再開できるほどきれいに整地された田んぼ、信号無視待ち伏せエリアに注意してください、妻の和子さんが野菜を育てている、これ3つ目の橋ですね、はい、これ凍ってから滑るよ、凍ってっていうか霜かなんか、凍っとは怖い、何何ね、はい、ちょっと怖いです、怖いですね、はい、ああ、分厚い氷ができてる、あ、本当ですか、富山ね、寒いんだこりゃすごいな、結構分厚いですよね、これ、うん、崩れないもんね、うわ、冷た、カチカチですよ、カチカチ、だいぶ厚いのがあれだね、だいぶ厚いですね、それぐらい寒いってことですね、それぐらい寒いね、会社絶対見えないですね、え、ここちなみに何を育ててるんですか、このブルーベリーが良くなるんですよ、あ、これブルーベリーなんですね、あ、そう、10キロ以上取れてる、結構取れますね、うん、孫さんも喜ぶんじゃないですか、そうですね、夏来た時にはあげられるけど、あとはあれはイチジクなんだけど、あ、これイチジク、うん、カラスが食べないように紐を張ったらいいとか言ったけど、うん、カラスちゃんがみんな食べちゃった、一つも食べてない、あら、あ、カラスみんな、あ、うん、見えます。木の上狙ってますよ。今食べ物がないのにね。あっちは？あっちはあの脇木。脇木。ここも網張ってるんですね。うん。鹿が来たけね。急遽張ったんだけど。あ、そうなんですね。脇木がまたできてないよ。なんでなんじゃろうね。見て、もうちょっとこうまっすぐ。伸びていけるのにみんなこんな寝ちゃう、あー本当ですね、ねえ、霜やらにやられるんやろうかね、あそこに大根を少し植えたけど皮、ほうほうほう、大きくなってない、見て、全然大きくなってない、こんな大根今産みたコントなのにこんな大根じゃ大根じゃないその他待ち伏せエリアに注意してください、漬物にするってことですか、そう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 、ね、畑いつから始めたんですか、 4,5 年ぐらいになる、あ、うまくいって野菜はあるんですか、ないですね、いいんだよ、もうちょっとやってんじゃない、今まだ畑は発展途上ということなんですね、そうです、どうしたらね、よくできるか、ちょっとこの寒さでやっぱりハウスでないとダメかね、こうやってなんか試行錯誤しながら植物育てるのが楽しいですよね、いや、できたものを食べりゃいいんだよね、うん、でまたチャレンジするのが1年後とかだったりするじゃん、すぐできないですもんね、それもいいんだよね、なんか来年はみたいな、ついたついた、畑仕事から戻った和子さん、妹の雅恵さんと一緒にバーベキューコーナーのかまどに火をつけた、かまどにかけた鍋のお湯が沸くと、うどんの乾麺を放り込んだ。ちょうどお昼時、姉妹でお昼ご飯の支度を始めた。いやー、かまどでご飯作るなんていいですね。見た目で美味しそうです。うどんが茹で上がると、妹の雅恵さんが
鰹だしのおつゆを入れて出来上がり。あったまりそう。ねえ。あ、おにぎりでっか。めっちゃでかい。いつもそのサイズのおにぎりですか。中身がいっぱい入っとるけ、もう他にいらない。へえ。でっかいな。すごいですね。え、僕たち。うん、中継のタレですよ。突然来て、いやすいません。だってもう6個あったでしょ、分かったでしょ、もうもらえるって。はい、いやいや、あったかい日の出来るところで食べたい。いただきましょう。僕たち、さっき来たばっかりですよ。いや、いつも我々買って食べる。あ、そうなんですね。豊かな暮らしだね、これ。はい、ね、格別ですね、これは。訪ねてきた捜索隊の分まで用意していただき、お昼ご飯をご一緒させてもらえることに。すいません、いただきます。突然来てすいません。この先、いい一般道一時停止待ち伏せエリアに注意してください。ユズが出てほしいですね。この大根とお芋は私が作った。Thank you.
かすやせおー失礼します。でも綺麗に残ってますね。完全な田の字作りですよね。そうですね、田の字作り。この奥立て6畳で6畳で4畳半4畳あと4畳半が3つ。あ、どんな暮らしをされてたんですか。ここは奥まであそこに仏壇があったからね、